はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、一緒にやろう30秒腹筋です。30秒間腹筋やっていくんですけども、腹筋の内容がですね、ゆりかご上級者腹筋という風になっております。今日の腹筋することで、お腹がですね伸びて、お尻がクイッとね出て、この腰が反れた状態の姿勢の人、こういった姿勢は骨盤が前傾して、お腹が伸びて内臓が下がってですね、下腹が出ちゃってる人、そういった方のね改善になります。姿勢が反れてる姿勢からまっすぐな姿勢にね、骨盤がまっすぐになると、おへそがね上向く形になるんですけども、こういった姿勢がこうまっすぐなるだけで、腹部のね下が引っ込んできます。あとは姿勢が良くなるので、大きいお尻の人はちっちゃく見えるようになります。なので今回の腹筋一緒にやっていきましょう。ランタスティックタイマーで30秒測っていきますんで、一緒にやっていきます。やり方は、足を上げて手を頭に軽く添えます。これでこういう感じで軽く揺れます。その時にお尻まで行ったらダメです。なので腰がずっとついたまま、腰を丸めたままでこのように入れてください。ここまで行ったらダメです。こういった感じで少し上半身と足を固定して揺れてください。では30秒間行きましょう。1セットゴー。はい、よいしょ。できるだけお腹を引っ込めて腰をしっかり丸めてください。腰を丸めることで骨盤が上に傾きます。しっかり背中を丸めてください。できるだけお腹を引っ込めてください。背中をしっかり丸めて、はい、 OK です。お疲れ様でした。たったの30秒、毎日でもやってください。で、このね、しっかりお腹を引っ込めて、お腹を縮めたまま揺れるんですけども、これをすることでね、やった後とか次の日とかもお腹に少し緊張が走って、ちょっとお腹がね引っ込んだ姿勢を保つことができますんで、毎日やることがおすすめです。やりすぎると翌日お腹の力が抜けちゃってるんで、また同じようにねこういった姿勢になっちゃいます。なので毎日適度にやることで、こういった姿勢を保てれて、お尻と背中がねしっかりまっすぐになって、骨盤もまっすぐになって、下に出ているねこのお腹が持ち上がってきます。毎日動画を見ながらでもたったの30秒やってもらえたらと思います。腹筋の動画がねいくつかあると思うんですけども、自分にできる、やりやすい、自分の原因を改善できる、そういった腹筋の動画を選んでやってもらえたらと思います。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。よかったらコメントとグッドボタン待ってます。登録してない方はね、説明欄にリンクありますんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。